今回紹介するのは、地下アイドルから大人気グラビアアイドルになった、天木純さんです。1995年生まれ、兵庫県出身。趣味は、麻雀。サウナ、ゴルフ、ポーカー。特技は、ダンス、料理だそうです。そんな天木さんは、2012年に、芸能事務所、アリスプロジェクトの新人タレントとしてブログに初登場。2013年に、新ユニットパーケーへ昇格。3月に、 新ユニット、街角ケーキジャパンのメンバーになり、8月には、パーケンの正規メンバーへ昇格しました。11月は、アイドル妖怪かわゆし、のメンバーとして、メジャーデビュー。12月には、パーケンが解散し、同じメンバーで、アイドルグループ、仮面女子の、第3のユニット、アーマーガールズとして活動することを発表しました。2014年は、5月に、ピュアフルの、メンバーになり、 携帯ヤングジャンプの投票バトル、プルルンサバイバルにて、20代目プルルンクイーンに輝きました。11月には、雑誌、ヤングアニマルの企画、ネクストグラビアクイーンバトル、サードシーズンに参加し、グランプリを受賞しました。そして、翌年2015年3月に、仮面女子と、その派生ユニットを卒業し、グラビア活動に専念していくことを決めました。10月には、芸能事務所、 渡辺エンターテインメントへ移籍。2018年には、アベマ TV 主催の、ベルヒクイーン決定戦にて、見事美尻女王である、初代、ベルヒクイーンに輝きました。翌年2019年12月に、渡辺エンターテインメントを退社し、2020年2月にエイジアプロモーションに移籍しました。現在では、グラビア、女優、YouTube、TikTok など、多方面で活躍されています。 そんな甘木さんはペットを飼っているようで、インコ、チワワがお家にいるそうです。私もペットとして甘木さんの家に住んだら、この二つの巨大なタワワが触り放題、よだれが出ちゃいますね。じゅるり。リ。甘木さんは写真集、DVD など作品が多くあるので、気になる方はチェックしてみてください。良ければ、この動画の感想や天木さんについてコメントで教えてくださいね。 ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性の方々のエピソード、写真と共に紹介していきます。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。